はい、こんにちは。本日は高円寺駅周辺を散歩してみたいと思います。よろしくお願いいたします。声入ってるかな。久々でさ、もうずっとね、延期っていうかね、中止してたんですよ、散歩をね。で、途中で回しは止めてっていうのをやってですね、主な原因っていうのが、散歩しゃべりというのはですね初めての方もいると思いますが、散歩しながらしゃべるというフォーマットで、渋く続いております。続いてるのかな。それが怪しいよね。今回でね、150何本目かなんですけど、ちょうどね、3年くらい前かな、50何回目で散歩しゃべりやっております。3年ぶりの高円寺の会でございます。その時はどんな感じだったかな、コロナの前だったと思いますけれども、コロナ前とあと、そんな区分けになっていますが、そんなの関係ない時代でございました。で、今回は、150何本目かと答えでございます。で、高円寺なんですが、久々に降りましたね。いや、降りてなくはないと思うんですけど、東西にありまして、この辺の雰囲気も変わったんじゃない？高架下とか、なんか店あったと思うけどね。あそこにハト止まってますけど、で、誰かストリートミュージシャンが後ろの方で歌ってますね。で、その、ここにはあったのかな？ここ何だったんだろうな？前回のとこ見比べてもいいと思いますが、詳しい方いらっしゃいましたら、ここ何があったって教えていただけないでしょうか。関係者以外立ち入り禁止っていうふうに書いてあります。こちらは、高架下にガガガッと KFC、ケンタッキー、フライドチキンがあったり、ワインの酒場、パンとビストロの高円寺フラット、いろいろお店、こじゃれたお店ありますよ。で、ケバブ店。ここね、食べたことがある気がする。すげえ夜中っていうか、変な時間もやってたような気がしますので、なんか食べた記憶ありますね。あ、この辺は3年前はなかったんじゃないかな。なんか色がさ、このエンジ色のペンキと、あとなんかそう統一されてますけどね。これなんか下北もこういう感じのテンションになりつつあったような気がしますけど、高架下がね、リノベーションされてる感じ。あとネオン最近増えたよね。全然話しておりますけど、この上の感じ、これ LED じゃないね。 LED じゃないと思いますけど、 LED のネオンも最近は増えてますけど、そんな中こういうネオン式のもの、ネオン風ではなくネオンのものってなんかやっぱ魅力的に感じたりもしますけど、違ったかもしれない目は節穴かっていう感じですけど、ここは何なんでしょうかね。ここはなくなる、いや本当に嫌って書いてありますが、これはなんか立ち退きのなんかうんぬん感があるんでしょうか。ちょっとこれはいじらない方がいいのかもしれませんが、なんかすごい狭いスペースですね。1畳2畳3畳ぐらい横長のスペースですけど、あ、この辺はね、なんか高円寺の昔ながらの雰囲気があるような気がする。昔ながらを私が知ってるわけではございませんが、ここの通りでございます。ここはなんか飲み屋かな、おでんとか飲み、野良屋、あとはあそこはなんだ、餃子どころの立花、そして馬力って書いてあります。大衆居酒屋、提灯は光ってますけどね、シャッターは閉まっております。ここも15時ぐらいから、今日はね、日付言ってなかったですね。本日は2023年の8月15日昼の1時44分でございます。昼間ですので、ランチ営業やってるような感じではありませんけれども、ここはおそらく、夕方過ぎになってくると賑やかな感じ、時刻じゃなくて住所を見ておきましょうか。杉並区高円寺南3丁目の68というふうになってます。スナックキャンディー、これね、看板光ってますが営業はされていない感じですかね。なんかちょっと静かな感じになりましたけど、上は高架なのでガタンガタンという音がするのかもしれませんが、かなり小声で喋ってる感じです。あとはこれね、長いですよ。これは西に向かってんのかな、北に向かってんの、ちょっと Google 見てみましょうか。見てみると、これどっち側に向かってんだろうな。上聞こえますかね、電車の音聞こえます。高架下ございます。西に向かってますので、これは阿佐ヶ谷方面に私は歩いていることになると思います。まっすぐ続いてますね。それとは別に、いよいよ散歩コースだと思いますけれども、ちょっと脇にそれて高架の外っていうんですかね、内外で行ってみたい、見比べてみたいと思います。外側はね、こういう感じで、これまたなんか居酒屋というか飲食店が、あるような感じの軒を連ねております。反対側見てみましょうか。これ名前がついてるみたいですね、高円寺ストリートそのままですけど、でその違う高架下以外にもね、バーがあったりとか、いや賑やかですよこれ。 T シャツ作りのお店もあります。 T シャツ2200円、オリジナル作れるんですかね、1枚あたりで作れるんでしょうか、プリントしてくれるようです。はい、でランチ営業は、ここランチ営業してるっぽいけどね、ランチ営業は、であとお盆っていうのもあるかもしれない。8月の15ですからね、同盆ですよね。お盆の時期ってこう地方によって違うのかもしれませんけど、世間的にはお盆な感じがいたします。15日っていうとね、これなんかあれなんですよ、なんか全然関係ないですけどね、締め切りがあって
締め切りがあってさ、もう全然返してなかったわと思って急いで確認して、まあ、赤い入れ的なものをやって原稿チェックして、でメール送った時にですね、15-15だと思って締め切りが8月16だったっていうね、まあ、逆でよかったよね。手前で認知してたからもう自分すらも騙していくっていうね、無意識が無意識の自分がね、こうなんか締め切りを前倒しで認知してたっていう、どうでもいい話ですけど、はい、ここ家庭の味、ママなおすすめの、いやなんかこう家庭的な雰囲気ですけど、あ、ここはこれを一旦回ってんのかな、あ、脇通れるか、脇通れるか、タクシーそこ通るんだ、マジでマジでこれ通れないでしょ、 U ターンかな、え、マジで曲がるんだ、絶対曲がりたくない、これマジか、通れなくない、これ通れるんですか、あ、ここが行けなかったからね、ここあれだ、車両通行止めだったんだ、これどんまいだね、一回戻るかちょっと一回戻るか、高円寺通り、いやータクシーも大変ですよね、タクシーも大変よ、最近タクシーね、あのタクシートーク行く、俺そんな乗らないから、みんな乗りますよタクシーとか、タクシー乗るときはだいたいなんか、なんだろうな、なんか運ぶときとか、あとはまあ深夜は乗りますけど、そしたらさ、昔と比べて西の方にね引っ越しちゃったから、結構ね都心からタクシーとかって、果てしない金額かかっちゃいますけどね、まあ、そんなことはタクシートーク無理やりつなげるみたいな、これ今逆走してる格好になっております、今ね東側に戻っております、反対側から見るとねまた雰囲気変わりますよね、これ反対側のとこ通ってたかな、あ、これ美味しそう、ここデリー高円寺、サンドイッチ、いちごサンド、みかんサンド、バナナサンド、みかんサンド気になるな、あとここはラーメン、田淵、カレー、いやこれもいい感じじゃない、ちょっと後で食べようかな、ラーメン田淵でございました。じゃあね、本当最近何をしてるかっていうとですね、7月末、7月23からかな、週末ね突然私個展やりまして、来てくれた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、個展をやりましてね、で原宿でやったんですよ、原宿のラフォーレ原宿とかある交差点あるじゃないですか、いわゆる、であそこのね入ってちょっと角のところにあるんですけど、1分ぐらいのところに、まあ、古民家みたいな、ちょっと記憶から、再開発から逃れたようなエリアがありまして、そこでね個展をやりまして、でそこで3日間やったんですよね。本当はねやらないっていうパターン、つまりできないっていうパターンもある中、なんとか開催にこぎつけて、設営もですね徹夜で行いましてね、まあ、あの土井さんっていうね スーパースケットを借り出してですね発注いたしまして、ちょっとね法外じゃないですよ、ちゃんとギャラを払ったつもりですけれども土井さん優秀なんですよ、だからね土井さんなんかもっとね世間に知られたい、知ってほしい、でもなんかねもっと俺なんかが発注できないような存在になっていく人だと思いますので、ぜひぜひ、どういう方がでもね散歩しゃべりを聞いてる方って、まあ、どういう方なのか分かんないけど、なんかそういう需要あるんじゃないですか、なんか展示やりたいけど、なんか展示のノウハウ、アイディアとかプランはあるけど、それを実行するっていうかね、いろんなノウハウがそこまで蓄えられている、そりゃそうですよね、展示とかってさしょっちゅうやるもんじゃないから、やっぱ作家の方とかアーティストの方とかそういうもんだと思いますし、さらにね土井伊吹さんはですねフルネーム言っちゃいましたけど、すごいのはやっぱねそういうなんか物理的な施工っていうんですか、設置インストール以外にもね映像面でもかなり強力なノウハウを持ってますので、配信からですね、あとはブライトサインっていうような同期再生だったりとかプロジェクターとか、この辺がねやっぱ特化型ですよね、だからもしよかったらSNS とかやってんのかな、まあ、やってるとは思いますが、やってるかな、ツイッターとかやってる、そこだ、受発注はねそこで、まあ、できないと思いますね、だからなんかもし関心がある人は、俺が勝手に窓口しようかな、勝手に代理店しようかな勝手に売り出していこうかな、でそんな感じで、個展をやったんですけれども、ここやおやですね、スイカが切られてますね、活気がありますね、ピーマン188円です、今ね、北に向かってのが、北口に一旦経由してぐるりと回ってる感じだと思います、この辺通ったかな、3年前、ちょっと分かりません、3年前のもちょっと一応貼っとこうか、URL か概要欄に貼っとくと思います、 URL って変だね、あのなんか右上にさピコって出るじゃん、あれか、
概要欄に貼りたいと思います。で、個展をやりましたでしょ。でその後は多分ね、もう俺これが公開されるぐらいにミュージックビデオ1本出るはずなんだけど、本当はね7月のね中旬ぐらいに、アルバムがリリースされて、でそれに合わせて当然プロモーションも兼ねてますので、ミュージックビデオ公開されるっていう1本やってたんですよ。ただねそれがちょっとね個展と丸かぶりしちゃってさ、じゃあ個展やるんでっつって個展をずらしたのよ。これわけわかんないけど、わけわかんないっていうか個展をずらしたのね。そしたらそのなんか発注してくれた人も、え、そんなずらせるんですかとか言ってビビって恐縮しちゃってもらっちゃって、うん、じゃあ分かりましたみたいな感じで、まあ、その状況は知ってて、でかなりこう無理やり スケジュールねじ込んでミュージックビデオ1本作ったんですけど、そしたらねなんか最後の詰めでほんとちょっとしたニュアンスのところなんですけど、おおむね8割9割ぐらいはできてて、あとの1割もうほんと 5% ぐらいのところで、ちょっとここの色味をとか、ここのちょっとこうテイストをみたいな、ちょっと追加あるいはこうちょっとね修正したいっていう要望があってさ、それがさ固定終わったもんなっちゃったね。結局8月になっちゃってさ、そしたらさもう今度はもうリリースも関係ないじゃんと。リリースの時期が大幅にずれてるから、もうそれがさ1日ずれようが3日ずれようが1週間ずれようが一緒だろうっていう感じになっちゃって、で一応ね納品はしたんですよ。 OK って窓口のプロデューサーの人が言ってくれたんだけど、それが果たしてアーティスト的にはどうだったのか。アーティストは直接やってないんですけどね、なんか不思議な感じですけど、まあそれぐらいいいんですよ。あのね、なんかこう最近思いますね、あの直接やり取りする方が効率がいいってすげえ昔は思ってた昔はね、どれぐらい昔かっていうと19歳ぐらいの時ですけどね、19歳ぐらいの時に俺ほんと素朴な質問一回したことがあってさ、 CG の制作会社で俺バイトしてた話したと思うんですけど、でその時にね、今ね、まあ、これ言っちゃっていいか分かんないけど、 W さん、鍋さんっていう人がいい、いいでしょ、あだ名だからいいか、鍋さんっていう人とね、二人きりに事務所でなって、で、作業してるわけですよ。そしたらね、それ未だに覚えてますけど、某有名ゴスペルグループのミュージックビデオだったんですけど、それでね、とあるテイストの、とあるテイストのこういうテイストでやってほしいっていう発注が CG 会社に来てて、で、その CG 部分もやってて、で、それがね、アフターエフェクツでもやれるような、2D のグラフィックと実写を合成するみたいな、案件だったんですけど、そしたらさその時に初めて見たんですけど、 なんていうの座組のペライチを見たんですよ。だからプロデューサーがいて PM がいて制作進行ねとかいてみたいな、で CG デザイナーがいて会社はここでとかさ、でもちろん俺の名前とか入ってないわけで、ディレクターはこの人でプロデューサーはこの人ね。そしたらね、まずそのなんか確認チェックしますと、こんな感じで仕上がりましたどうですかって言うと、それはなんとなく分かりますよ、あの19歳の私でもなんとなく分かる。でそれを確認するのは、判断するのは監督だと、これもなんとなくわかるとなんだけどよ、その座組のペライチの紙があって、じゃあ確認監督にするなら監督に確認すればいいじゃんって思ったわけ俺。なのに監督には直接連絡せずに、その制作進行の人に連絡するわけ。それがね俺不思議で当時先輩格だった、先輩格っていうか先輩ですけど、先輩だった鍋さんにですね、なんでこの監督に直接メールしないんですかと、メールの宛先変えるだけじゃないですかっていうか、宛先書いてあるじゃないですかっつったら、そしたら鍋さん困っちゃって、いやそういうもんなんだよって言われて鍋さんもね当時考えればいくつぐらいだったの、俺の2個上ぐらいだったから、社会人1、2年目とかでもバリバリできんのよ、あの専門卒で20歳ぐらいから現場入ってる人だから、もうなんつうの、現場経験3、4年目っていうか、もうなんかもうバリバリな人ですよ当時ね。でめっちゃ遠くな存在だった、あの年2つ上ぐらいだけど、もうすっげえ遠くにいる、もう周回10周遅れぐらいの俺が感じで、横で走っててさ鍋さんにその謎の質問をしてさ、なんでこの監督に直接メールすればいいじゃないですかっつってでもね、今なら俺ほんとその意味がわかるね20、30にわかるわ、20、30にわかるね。ほんとあの時ナベさんに止めてもらわなかったらさ、俺いきなり監督にさ会ったこともないのよ。で SNS とかさ軽くそういうものがあるような時代でもないのよ。携帯の番号とか、あのメアドといえばアットマークドコモ NE.jp か easyweb.ne.jp かみたいな、そんな時代よ。もしかしたら J 本だったかもしれない。いやそれは言い過ぎかなそんな時代にさ
そんな時代にいきなり連絡しちゃダメだよね、うん、ダメなのかな。でもこれも古い感覚なのかな、昭和後期な平成前期な感覚なのかな。まあそんな感じで、まあそれは風習的な意味で鍋さんはこうたしなめたわけですけど、19歳の私の若造をですね、直接連絡することをたしなめたわけですけど、今だったらその風習以外にもね、やっぱ分かるね、やっぱね、直でやるとね、いいものもある、スピードは速くなるんだけど、やっぱね、間に入ることでちょっと待って、これちょっとやっぱここで発言するのはちょっと問題が、いや問題ないか、問題はないよね、割と過半数が取れてることを過半数通りに言ってる感じ。いやどうなんだろうな、これも怪しくなってきてんだよな、もう分かんない俺、何がさ通例でさ常識でさ、なんか共通されるべき項目なのかというふうに喋っていたり、いつの間にか南側に、中央線よりも南に渡り歩いてきました。いやもう本当分かんないんだよ、もうそれが俺マジで悩み。なんか俺さ、なんか空気感が違うところに3つぐらいの場所にいるわけ皆さんもそうだと思いますけどね。まず最初にコロナ始まったのはさ、まず自分の家でしょ、家と学校、まずこれさ世界観が一緒ならいいけど一緒なわけないじゃん、年齢層も違うし、あとはさ自分が遊んでるコミュニティとかさ、いろいろそういう風にして、まあ、大人になっていくような気がするんですけどなんかそうさ、俺もなんかある意味映像とかさ、ものづくりっていう意味ではさ一貫してんだけど、ちょっと違いすぎてさ、風習がそれぞれだから、まずそのさなんていうのかな、俺がねこれやっぱ変な経歴でこうなんとなく生き延びてきたから、まずその風習であるとか慣習であるとかっていうのを誰も教えてくれないわけで、その風習とか慣習をさ察知するしかないわけ、察するしか、でそのいかに正確に素早く察知するかっていうことをもうずっとやってきたわけいきなり音楽業界に連れて行かれてさ、音楽の楽屋とか行くわけよ、そして目の前にアーティストとかいたりしてた時、その時の俺の振る舞い方とかさ誰も教えてくれないわけよ。だから楽屋に俺がいていいのかとかさ、そっからよ、あるいはそう楽屋にむしろなんていうの、いたとしてやっちゃいけないこととかさ、やるべきこととか、でもさ楽屋の外行ったらそれはそれで邪魔になったりとか、まあ、いろんなパターンあるじゃん。でもそういうの誰も教えてくれないから、もう本当に動物としての勘と察し能力だけをこう存分にね、でも鍛われはしたけど、俺もともとその察しの悪いタイプでさ悪かったかな、いや悪いっていうか、なんかもう平均的よ、多分平均的。あの中学校の時、あの中2でバスケ部入ったんだけど、あの練習の仕方とかあるじゃないですか、声の書き方とか、あれ前の人の真似してるだけだったのね俺誰も教えてくれないから後輩なんならいるし、あの先輩もなんかいるようでいないような部活だったからさなんかこう空気でやっていくみたいな、あなんかこうレイアップっていうのこれがみたいな、ちょんちょんちょんってやって走ってあっち側にボールを上に投げればいいのねみたいな感じで、あ今度は逆から行くのねみたいな、で声はあヘイって言うんじゃけど、ウェイみたいな感じでね、ヘイじゃないのね、 H じゃなくてウェイみたいな、 W な感じでねみたいなのとかも全部こう空気であのまあ普通ですよ、また多分みんなそうだと思いますけど、そんな中さちょっとなんかそういう経験がさ20歳以降多すぎて、そっか連絡しちゃいけないんだ、監督に直接連絡はしちゃいけないとか、まあ、言ってくれればいいですけどね、言われないようにして、そしたらさもうなんかもうぐちゃぐちゃでさ、なんか直で連絡するっていうのは基本ね、多分10年ぐらい前までは土星界っていうか、もう暗黙の了解すぎて改めて言う必要もないぐらいな常識だと思うの。いやじゃあって大丈夫かなこれ。でもね10年前ぐらいからさ、なんだろうな、なんか直接やることが正義みたいな雰囲気もなんかちょっと感じてさ、 DM とかよ、 DM とかもそうだし、なんか時間も節約になると、なんかその段取りだけでなんか右から左に流してるやつってなんか翻訳されちゃうから、直接やった方がコミュニケーションが円滑だとかさ、なんかそれもあるし、でもさとかさ、それによる弊害も当然あってさ、
まあ、ちょっとこれ散歩しゃべりらしからぬ愚痴会になってきたんで、ちょっとこれくらいで勘弁してもらおうかな。ちょっと、あ、そうだ、インスタの配信やってるんですよ。っていうか散歩しゃべりよりもやってるかもしれない。でアカウントね、ちょっと分かりづらいんですけど、概要欄に貼っとこうかな。いや、貼ってあると思う。貼ってないかもしれないでそこでね、ずっと僕あの作業をしながらずっと愚痴を言ってるんで、あ、愚痴でもないかななんか独り言喋ってるん でその時のテンションはね、あの散歩喋るとは全く違うと思います。あの本当に作業をしてるんで、あの散歩とは違うんで、ちょっと無意識ではできない領域のことを同時にやってるんで、これ両方がねこうスカスカになりつつあるんですけど、まあそういうことでちょっと時々票が乗るとですね、アーカイブ残さないがゆえに言いたいことをその場で言うっていうまあそれでもね、誰かをディスるとかあんまりしないんですけど、日々考えてることを吐き出してそしてやってるんですけどね。そうなんだよね、やっぱ直接やるか間接的にやるか問題で、直接やるっていうのはなんとなく俺が社会人になりたての頃はなんかないと、で間接的であるのはなんか形式的だなと最初思ってた。だけど、まあ、なんか直接的にやることが生み出すこう摩擦みたいなものもあることがなんとなく今思ってる。で世間的にはどっちが正しいのかなと。で世間っていうものもなんかないでその場のその場その場の風習とか慣習を肌で察知して切り替えていかなきゃいけないみたいな、はあ、そんな感じね。そんな感じですよ。で、ですね、今高円寺、ぐるりと回っていつの間にか、北から南、南から、駅の改札口までという感じでなっております。ただいま22分ぐらい喋ったことになるんですけれども、久々の散歩喋りでございました。改札まで戻りましょうかね。戻って今回はしまいとしたいと思います。散歩しゃべりではこれ今回初めての方もいらっしゃったかと思いますけれども、高円寺を期待された方で、ね、あんまりこうあんまりお伝えできなかったかもしれませんけど、まあ、こんな感じでやっております。よかったら、なんかもう1回ぐらい遊びに来ていただけると非常に嬉しいです。またなんかコメントあるいは概要欄にですねお便りという風な感じでフォームを設けておりますので、感想とかいただけると、感想ねもう書くとめんどくさいと思いますので、見たよとかでも嬉しいです。何かしらの痕跡をいただけると、数字以外のなんか実態が向こう側にあるんだなということが感じられて、非常に私は喜びますというかモチベーションが湧きます。そうね、締めの前は赤になっておりますので、これを渡るわけにはいかない。もう信号は遵守していくっていうのが散歩しゃべりの、コンセプトでございますのでちょっと守っていきたいんですが、やっぱね動かないと面白くないんだよなっていう矛盾ははらんでますけど、まあ、そのまま待ちたいと思います。なのでよかったら、概要欄から確認してみてください。あとは先ほどちらりと上がりましたけど、まあ、配信もねやるかもしれないんで、てか YouTube チャンネルでもやってもいいかもしれないですよね。あとはじわじわ何回も言ってますけど、このチャンネル自体の運営もちょっと考えを新たにしようかなというふうに思っている次第ですが、まあそれもちょっとどうなるか分かりません。今後に期待していただければと思います。というわけで高円寺の会3年ぶりでございました。3年ぶりに回る高円寺はやっぱり高円寺でした。ということで南口から再び入って改札まで戻ってきました。いや寂しいね、ちょっともうお別れすると思うとね、皆さんも今日がどんな一日か分かりませんけど、なんとか生き延びましょうということで、今日もありがとうございました。ただいまの時刻、終了時刻は、2時5分でございました。2023年8月15日からお届けしました。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね、また元気でね、バイバイ。